はい、こんにちは。今日はコーチングの話をしていきます。自信があると言い聞かせるのは逆効果になっちゃうっていうテーマで話していきます。まあ、よく自信がない人が自信をつけたいんですとか、もっとこう自分ができると思えるようになりたいんですとか、できるようになりたいんですっていうことを、まあ、お悩みとして聞くこととかあったりするんですね。で、そんな人たちに対してコーチングの世界なんかにはアファメーションっていうものがあって、まあ、自分に対して自分が目標とするものを達成しているというイメージをしましょうという、まあ、そういった手法があったりするんですね。で、それを言葉に出してみたり、紙に書き出してみて、で、朝起きた時とか出かける時とか夜寝る前とかに何回も何回も唱えていくというような手法があったりします。アファメーション、で、僕自身もコーチングを最初学んだ頃っていうのはこのアファメーションを主として使っていくコーチングから入っていったんですね。ところが、まあ、何年か前に出た話で最近知ったんですけど、これ実は間違ってるんじゃないかと。アファメーションやると目標達成からむしろ遠ざかるか、もしくは達成までのスピードが鈍化するんじゃないかという恐ろしい話が出たんで、今日はそれをご紹介していこうと思います。改めてアファメーションって一体何かっていうと、冒頭ちらっとお話をしたんですけど、肯定的な言葉を自分に投げかけて断定してそれになっているというふうに思い込む、要は潜在意識を変えていくっていうものになります。で、例えばよく私は世界一周旅行をしたいとか、私はプロスポーツ選手になりたいとかっていうふうに、何々したいとかなりたいとかっていう願望を投げかけるんじゃなくて、私は世界一周旅行をしているとか、私はプロスポーツ選手だっていうふうに断定をするんですね。で、いろいろルールとかがあって、一人称を使う、つまり私とか俺とか、僕とかっていう一人称を使ったりとか、それから今現時点での話をすると、要はこれからやりますよじゃなくて、現在進行形、私は今世界一周旅行をしているっていう言い方をしなくちゃいけない、する予定だじゃなくて、予定だって確かに断定してるんですけど、予定だったら今やってないってことになっちゃうんで、それじゃダメだと、今まさにやっている瞬間っていうのを浮かべる必要があると、それから表現、感情を豊かにすると、例えばワクワクするとかドキドキするとか、感情が動くワードを入れていくと。だから世界一周旅行をしている、私はワクワクしているみたいなこう言い方をしたりとか、そんな感じになります。で、そういったその感情が入ったり、私自身の言葉だったり、今やっているっていうようなことをいろいろ投げかけることによって、潜在意識を変えていって、達成が目の前にあるというふうに思い込んで、実際の行動力も変えていく、そんな効果をもたらすアファメーションだっていうふうに言われてるんですよ。ところが、アファメーションの効果を調べた大学っていうのがあって、これですね、被験者に性格テストっていうのをやってもらって、そもそも自分に自信があるっていう自己肯定感が高い人と、そうでない低い人とにまず分類をするんですね。で、その後に全員にこう私はすごいっていうセリフを言ってもらいながら、4分間自分の感情っていうのをこう自由に書いてもらったんですよね。いや、私はすごい、私はすごい、私はすごいって言いながら、こういろいろなことを書いてもらったと。で、その結果どうなったかっていうと、もともと自己肯定感が高い人が自己肯定感が高くなったかっていうと、変化なしで、一方で低い人に関してはアファメーションを唱えるよりもさらに自己肯定感がなくなったと。いや、もう私はミジンコになりたいみたいな風になっちゃったってことですね。で、これなぜかっていうと、もともと自己肯定感が低い人っていうのがアファメーションを使うと実際は違うのになっていう風に、自己否定、肯定をするところが自己否定っていうのを始めてしまうと。だからネガティブな人っていうのは、自分がその現実から目を背けることによってむしろ否定的な感情を育ててしまうっていうような結果が出てしまったりするんですね。僕個人はこの実験結果の中で、まあ、異を唱えたいのは、それは実際の自分と違うっていうのをこうただ言葉で唱えるだけとか、紙に書き留めるだけだったら、それは誰だって自己否定に走りますわなというところで、本来のコーチングの中で言われたりしてるのは I×V=R っていうですね、イマジネーション×ビビットネス、鮮明さイコールリアリティ現実になるというところなので、この V の部分が抜けてるんですよ。イマジネーションで私はすごい、私はすごい、じゃあどうすごいの、なんですごいのっていうのが抜けてるんですよね。すごいって唱えたとして、じゃあその凄さっていうのが果たしてその力の意味なのか、学術の意味なのか、見た目のことなのか、能力のことなのか、地位のことなのかって、さっぱりわからないまますごいと唱えても、それは自分の凄さなんかわからないから、いや、ただすごいって言ってもそんな自分すごいわけないじゃんってなってしまって、自己否定を始めてしまう。これは当たり前だというふうに思うので、この実験っていうのは中途半端な実験をして、アファメーション意味ないぜっていうことを言ってるんですけど、こういう結果も出てしまっているので、そもそも自己肯定感がそんなに高くないなっていう自覚がある方に関しては、アファメーションを使うっていうのにはあまりおすすめはしません。
ません。それよりも自分はすごい、自分はすごいっていう思い込みを刷り込んでいくというよりも、まずは能力を磨く、自分がこうなりたいっていう目指すものに対しての必要な能力とかを磨く、そういったプロセスを歩んでいく方がはるかにいいという気がします。それ逆もあるんですよ。アファメーションからイメージあって、そのイメージを持つことによってそこに頑張って走っていくっていう人もいますから、それは良し悪しあるんですけど、どっちかっていうと自己肯定感が低いなって自覚のある人に関しては、何を目指すかっていうよりもまずはそう努力を始めてみると、で、自己肯定が高い人に関してはそこを目指すためのプロセスを始めてみる。そこをまず具体的にこうなりたいんだっていう自分を思い描くっていうことが大事だということですので、あのアファメーションはある種モロハの剣みたいなものがありますので、使い方を間違えるとむしろ目標達成から遠ざかってしまうので気をつけましょうっていう、そんなお話になります。はい、まあ、アファメーション僕個人は最近はあまり必要ないかなと思ってやってないんで、ただアファメーションね、アファメーションの存在を知る前から僕はコーチになる、行きたい場所に行くとかっていう風に掲げてたら、まあ、7年とか8年とか9年っていう時間をかけて実際達成できたりとかしてるんで、アファメーションも個人的には効果あるもんじゃないかなと。それずっとイメージしてたから、そのための能力を磨いたりとか、お金を稼いだりとか、自分力を作ったりとかっていうのが、それが実際に功を奏したりしてますんで、効果ないとは言い切れないんじゃないかなと。まあ、これはあくまで N1 の結果ですから、それはね、何百人何千人の結果やって出した結果とは違うと思いますんで、あそこはあまり断定はできないんですけれども、まあ、そういう人もいますよということで、一番どちらが合ってるかっていうのを見極めて、ぜひ取り組んでみていただけたらというふうに思います。はい、ということで本日の動画は以上となります。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。